一体ね、地区町会って何なのか分かんないんだよ。私転入して2年半以上経ってますけど、草津町に。で、なんと転入した時に冊子くれないの。普通どっかさ、三島市見せてもらった役場で、転入するとどういうのくれるんですかって、町のことを案内書いてある。伊豆市、私の前の住民表地ね、事情を言ったら、いや4月にできたばっかりなんで、ぜひ目通して何か意見があったら言ってください、くれたんだよ。私今住民じゃないんだよ、草津だと転入するでしょ、はい、おしまいです。え、冊子は、ありません。印鑑登録の証明カード、紙ですから、紙。カードじゃねえんだよ。わかるでしょ？どっかの件で4600万だか何百万だか間違えて振り込んだの。仕事に真剣味がねえんだよ。議会の上司は町長ですから、陳情書突っ返してもいいんですっていうのが議会事務局にいるんだから、草津町。白旗の湯の工事で、使えないって案内を、男性の浴場の文書を転用して、女性で、小学生レベルのミスしたのね。はい。電話したら、あれ書いたの僕じゃないです。おめえが書いたのかどうか聞いてねえんだよ。温泉家としてミスしてんだよ、つって。いや、あれ書いたのが僕じゃないです。そういう奴らが仕事してんだよ、公務員。そりゃ、4000数百万の送金ミスするよな。